今回は2021年1、2、3月の買って良かったもの10点を紹介します。1点目は一番良かったこちらのトレイルカメラを紹介します。最初にこの1台を買って面白かったのでもう1台購入しました。現在は2台体制で近所の裏山の動物を観察してます。センサーの前を動物が撮ると自動でシャッターを切るトレイルカメラです。1点目はトレイルカメラ、2点目は DD スーパーライトタープです。袋だけですがこれぐらいのサイズです。重さは 490g、 そしてサイズが 3m×2.9m、 ほぼ正方形です。タイダウンポイントがたくさんついてます。そして 490g、 一般的なタープよりもいろいろな形で貼ることができる少し大型のタープです。2つ目は DD スーパーライトタープです。3つ目はガーバーのアームバー、ビット式のドライバー、ハサミ、栓抜き、そして使いやすいナイフがついてます。なかなか使いやすくて今テーブルの上で一番よく使ってるマルチツールです。同じくガーバーの最近のヒット作、センタードライブのようなまっすぐ伸びるビット式ドライバーになってます。ビット式なので付け替えることができます。そしてもう一つユニークな機能が栓抜きです。これをカチッと倒すと栓抜きが出てきます。しまう、取り出す、こちらから引っ張り出すともうそのまま展開することができるハサミです。3つ目がガーバーのアームバー、4つ目はダイニーマロープ、16m、2つに切っていてこちらが 11m でこちらが 5m です。普段持っていってるのはこちらの 11m の方、この 11m でも今の状態で 52g、 11m で 52g、 DD タープ用のリッチライン用に購入しました。すごく丈夫なのでもしもの時のお助け紐として使えると思って購入しました。とっても軽くて丈夫な紐です。4つ目はダイニーマ製の細引きです。5つ目がメインのペグ袋に新しく入れたのがこちらの高級ペグ、 MSR のカーボンコア、1本1000円もするペグです。重さがとても軽くて 5.37g です。内側にカーボンが入っているのでとても丈夫なペグです。一つ問題があるとすると若干細めです。一番よく使っているこちらのアライテントのペグと比べるとこんな差です。今のところしっかりと地面に効いてます。5つ目が MSR のカーボンコア、6つ目はアウトドアコーヒーの決定版みたいなエアロプレス GO、 家の中と同じぐらいの美味しさでコーヒーを入れることができます。少量の豆でも美味しく入れることができます。問題があるとすると若干かさばる。すごく気に入っていて家の中でも使ってます。7個目もコーヒー関連でスタンレーのマグカップです。見た目と大きさがちょうどいいマグ。
こちらの場合は家の中で使ってます。スタンレーの前はこちらのイエティを使ってました。と言っても両方とも使ってます。そして8位が最近購入したこちらのサーモスの 180ml 水筒。すごく細くて小さな水筒です。真空断熱構造、そして重さが 102g。 このような薄いサイドポケットにも入れやすいです。さっと入れてさっと取り出せます。意外とちょこちょこいろんなところに入れやすいスリムボトルです。そして9個目がマタドールのミニポケットブランケット。とっても小さなグランドシートです。持ち運ぶのに何の苦もないブランケットです。風上はどっちだ。2歩ぐらい、2歩と1歩ぐらいです。座ってギリギリ、上半身ならギリギリ寝れる。それぐらいのシートです。ちょっとしたハイキングのシートとしては十分なサイズ。そして小さくてコンパクト、見た目もなかなかおしゃれです。9個目がマタドールのミニポケットブランケット。最後は提供品なんですが、オーライトのバトン3ワイヤレスチャージャーです。使った後に入れておけばいつでもフル充電。こんな小さなフラッシュライトでも安心して使うことができます。今回は2021年 1,2,3 月の買ってよかったもの10点を紹介しました。一番気に入っているのはこちらのトレイルカメラです。そして一番よく使っているのはスタンレーのマグです。家の中で毎日使ってます。あともう一つ、こちらのエアロプレス GO もよく使ってます。